僕は、桑田圭介の配信ライブは、見ません今日はなぜそう思うのか、理由はね、根拠があるんで、まあね、解説してあげたいと思いです。はい。まあね、今日ね、ホームページ上で、こういう情報が、え更新されてました。 えー、桑田ワタライブツアー2022お互い元気に頑張りましょうライブドキュメンタリーフィルムオンストリーミング2月12日に配信決定ということでまあ、このお互い元気に頑張りましょうっていうのは去年やったドームツアーでしてまあ、僕もあのペイペイドーム公演に、えー、参戦しましてまあ、あれに参戦したせいでコロナにかかったんですけどはい、まあ、そんな感じでまあ、あのどうでもいいんですけどまあ、そんな感じでま、それの横浜アリーナ公演 が、なんかその、ドキュメンタリーを交えて再編集されたなんか映像が、まあ、配信ライブみたいな感じで、まあ、ストリーミング配信されるということなんですけど、見ませんね。うん、チケット買わないっすね。うん。まなぜかというと、まあ僕はもう参戦したんですよね、これ。で、あの、めちゃくちゃ良かったんですよ、ライブ。うん、本当最高のライブ。まあ、桑田圭介ソロのライブの中でも結構もう、僕けどトップクラスに入るんじゃねっていうぐらい、結構良かったんですけど、まあなんで、そういうね、その、良かったライブなのに、 この配信ライブは見ないのかっていうと、まあ、どうせ DVD で販売されるからですね。そう。で、これチケット代見たんですけど、4500円するんですよ。うん、高うん、普通に。だって DVD も9000円くらいでしょ。で、これさ、何回かしか見れないじゃん。そう、ずっと見れるものだったら、まあ、話は別だけど、まあ、ずっと見れるわけでもないし、配信ライブだから。まあ、DVD 買って、まあ、ちょっと2倍くらい高いけど、まあ、ずっと見れるような DVD 買った方が得じゃないうん。え、これ買うやついんの なんかちょっとね、これ買うやつって多分信者だと思うんですよね。気持ち悪い気持ち悪い。なんか桑田圭介とかサザンオールスターズ周りにしか、まあお金費やすことできないみたいな。まあ残念なやつ。まあ僕はあの、サザンも大好きだし、まあ桑田圭介ソロも大好きなんだけど、それ以外にも好きなバンド、好きなミュージシャンたくさんいるんで、サザンとか桑田圭介周りだけに時間とお金避けないんですよね。そうだから、まあどうせね、これね、あの、DVD で販売されますから、前回のビッグマウスノーガッツだって、まあ、 dvd 出ましたし、まあ、これも絶対出るはずなんですよね。だから、そんななんか、待ちきれないってことでもないし、ま、dvd まで全然待つし、そう、これ、買うやついんのマジで。なんかね、こういうなんか、なんて言うんだろう、その、老害向けビジネスなんかこういうのってさ、基本的にその、お金と時間に余裕がある老人ども、ジジババども、 が、買うと思うんですよね。そういうところをターゲットに、こういうね、えー、ものを販売してると思うんですよ。まあ、グッズもそうでしさ。あの、桑田圭介とかサザンのグッズダサいじゃないですか。あれ、ジジババみたいな、そのもうおしゃれに気を使わなくていいようなジジババが、あのね、サザン好きだから、桑田圭介好きだから買ってるような、そう、もうクソみたいなデザインじゃないですか。もう脱税脱税。さまあ、これはね、唯一切れてると思う。これね、あの、2013年の、灼熱のマンフ G スポット解禁。これ伝説のライブ。僕が初めて行ったサザンのライブだけど、まあ、これは、かっこいいと思うんだけど、まあ、後ろのこれね、 灼熱のマンピーこれはずいよね。そう、俺、正直言うと、後ろのこの書いてるから、灼熱のマンピーって知らずに、普通に外に来て歩いてて、なんか、結構クスクス笑われるよう,ような気がしてて、俺、な、なら笑ってんだ。そんなに俺かっこいいかとか思ったけど、まあ、後ろの文字でちょっとなんか、あいつやばいみたいな感じで見られたのだと思うんですけど、まあ、その感じでまあね、ちょっとなんか、デザイン何があるんですよね。で、まあ、これはかっこいいから着れるけど、 なんか最近のグッズほんとダサい。見てくれがツアとかもダサかったし、まあ、今回のこの、お互い元気に頑張りましょうグッズも、まあ、激ダサうん。まあ、そんな感じちょっともうジ、ジババ向けにね、シフトチェンジしてるんですよ。そう。でね、俺は何が言いたいかっていうと、サザンの音楽とか、桑田圭介の音楽は、そのジ、ジババ向けだけじゃないんだよと。そう。若者が聞いても絶対刺さるんだって。そう、刺さると思うから、なんかその、あのー、ターゲット層みたいの絞らない方がいいと思うんですよね。絞ってほしくない。 俺は、あの、ま、なんか今、Z 世代とかさ、気持ち悪い世代あるじゃないですか。あの、なんか世代で区切るの嫌いなんだけど、ゆとり世代とか、Z 世代とか、なんかああいうの呪いだと思うんですよね。そう、なんかその世代に縛られちゃうじゃないですか、バカな奴らそう。ま、あの、自分持ってる人だったら、Z 世代、何それみたいな。俺知ったことないよって思うかもしれないけど、大抵の人間ってバカだから、それなんか、世代でさ、世代はこうなんだ、Z 世代はこうなんだとか、ゆとり世代はこうなんだみたいな感じでさ、なんか、ステレオタイプを埋め付けちゃうとさ、 それに囚われちゃうバカがやっぱ多いから、そういうなんか世代で区切ったりとか、ステレオタイプで、ええ、で、あの、植え付けちゃったりするのね、俺良くないと思うんですよね。まあちょっと、何の話だっけま、そんな感じで、あの、まあそういう Z 世代とか、言い方好きじゃないけど、まあそういうなんか若い世代がサザンとか桑田圭介のソロの曲を聴いても刺さるから、そう、絶対、あの、いいと思うし、そう、なんかその、世代とか関係なく、桑田圭介の曲は、あの、支持を得れると思うんですよね。絶対、あの、 刺さるはず。だから、なんかその、じじ向けに、なんか、ビジネスを展開してほしくないんですよ。うん。だから、まあその、今回のこの配信ライブ見て、いや、もうちょっと、こんなことしなくていいんじゃ。まあ、あの、じじばまはね、払ってくれるからい,いいんだけど、まあちょっと、まあ、これは良しとして、その、グッズの、なんか、あの、デザインとか、まあその、売り出し方とか、もっとね、若者を、あの、ターゲットにした、の売り方、ビジネスやっても、全然問題ないと思うんですよ。 そう、最近のバンドよりも、あの、僕は桑田圭介とかサザンオールスターズの方が好きだし、そう、で、僕はもう、本当高校時代にサザンに、えー、サザン聞いてめちゃくちゃ影響を受けて、で、今僕もミュージシャンやってるんで、そう、もう一番影響を受けてるのが桑田圭介、サザンオールスターズなんだよ。そう、だから、まあ何が言いたいかというと、まあ、桑田圭介最強ですね。うん。だけど、この配信は見ないっす。DVD が出るから。うん。で、まあね、本当。 残念ですね。まあ、配信はま、あ勝手にしようって思うけど、うん。なんかね、もっと、なんか、ミュージックビデオとか、そう、なんかサザンのミュージックビデオってさ、全然公開されてないじゃないですか。あの、大森さんが映ってた時期のミュージックビデオってさ、まあ、なんか色々あって、大森さんが色々あったからさ、あの、配信されてないじゃないですか。津波とかのさ、あの、せっかくのあんな名曲のミュージックビデオ、YouTube で、あの、オフィシャルで公開されてないじゃないですか。公開した方がいいと思うんすけどね。そう。 まあ、あんまりその、僕、YouTube でミュージックビデオを聴いてるやつは、あんまり好きじゃないんだけど、でも、あの、若い世代に聴いてもらうためには、やっぱり仕方ない、えことだと思うんですよ。YouTube にミュージックビデオをアップするってことは。だから、ちょっと津波のか、あの、津波とかさ、まだ、涙のキスとかさ、まあ、エロティカ成分とかさ、本当に、そこら辺の名曲のミュージックビデオ、YouTube でオフィシャルに公開されてないから、うん、ガンガン公開した方がいいと思うんですけどね、うん。まあ、でもまあ、そこはね、ちょっとアミューズっていうのはちょっと硬いから、そう。 事務所的にねそうアミューズも硬いし大社レーベルもビクターも、まあ、厳しいんでね、はい、まあいいけど、まあ、何が言いたいかっていうとあの45周年で何やるか早く教えて。 うん、ちょっと、本当に、ホテルとか、ライブの、その、あの、遠征先とかの、その、いろいろね、あの、ちょっと予定立てなきゃいけないから、ちょっと早くサザンの45周年、今年45周年なんですけど、ちょっと早く何するか教えてほしいんですよね。B から始まって Z である、ベスト版で売り上げの重なしをする卑劣なバンドが、まあ、今年35周年なんですけど、もう彼らは、もう1月の段階で、えー、もう、ライブ、もう、あの、日程とかも、完全に、もう、あの、告知されてて、もう、チケットの、あの、 ね、あの、募集とかも始まってるし。そう。で、まあ僕もね、あの、応募したんだけど、それとかね。そうだから、もう早くやってほしい、マジで。もうポン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 。なんか、じじばま向けにビジネスやってるから、呪いんですよね。そのなんか、あの、情報の発信とか、あとこういうなんかその、サザン45周何するかっていうのの日程とかも、早く教えてほしいんだけど、教えてくんないんですよ。じじばま向けにシフトチェンジしてるから。うん。いや、そんなね、僕みたいな若者は、時間ないんですよね。そう。あの、そんな,な、んギリギリでさ、いきなりさ、 あの45周年、ここです、ライブみたいな感じでやってもさ、あの、忙しいから、そう、いきなり教えてもらうと本当困るから、まあ、ジジバはね、本当に時間が、あの、余ってるし、まあ、金も余ってるから、まあ、あの、ポン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 金出せるし、時間もね、ポン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 あの、いろんなところに移動できるかもしれないけど、僕みたいな、忙しい人間は、ちょっと、それ厳しいから、ちょっと早くして、呪いよ、マジで。もうそこら辺がちょっと老害癖よ、マジで。うん。まあ、そんな感じで、ちょっと早く教えてください。という感じで、本当に、マジで、45周年楽しみですね。うん、サザン。 で、まあ、ちょっと、桑田圭介ソロの方に戻るけど、なんかこういう配信ライブやる前に、あの、孤独の太陽のアナログ版出してほしいですね。まあ、あの、桑田圭介のソロのアルバムって、まあ、結構アナログ版出てるんですけど、孤独の太陽だけアナログ版出てないんですよね。まあ、カセットテープは出てるんだけど、アナログ版出てないんですよね。僕はあの、孤独の太陽以外のアナログ版全持ってるんですよ、もうすでに。まあ,あのそう、孤独の太陽だけ持ってない。まあ、出てないからね、そもそも。なんだけど、ちょっと早く出してほしいですね。まあ あの、ちょっとこのタイミングでね、45周年サザンのタイミングで、まあ、あの、サザンのオリジナルアルバム、え、アナログ版なんか、復刻版みたいな感じで、そう、あの、出してほしいですね。うん。ま、桑田圭介ソロのアルバムも、うん。ま、そんな感じで、ま、ちょっと僕が欲しいサザンの商品と、なんか、一般のサザンが好きな、その、ま、信者みたいな人たちのジジばば、どもが欲しいと思っている、その、そこらのニーズがね、全然合ってないから、話になんないね。だからがっかりしちゃうわけ。 うん。まあ、そんな感じでちょっとね。あのー、ちょっとがっかりしたんで。はい。まあ、ちょっと愚痴をね。愚痴っていうか僕の意見だよね。これ愚痴って思ってるやつちょっと頭おかしいんじゃねマジで。うん。ほんとマジふざけんだと思うね。はい。そんな感じで、まあ、ちょっとね。なかなかとあのー、本当に、あのー、なんてうんだ、中身のない。中身がないっていうか、ちょっとあの、いろんなところがね、行ったり来たり話が来てると思うけど、まあ、ね。あの、知ったことないんで。そう。YouTube ってただで見るもんでしょ。うん。ただで見るもんに文句言うなよ。うん。ほんとふざけんだと思うね。

「社会に出るつらさで酔いざめのギター」「よく聞きあさるほがれ」「あってすぐディナー」